き屋を選ぶ際のポイントなども簡単に紹介しますので、最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではご視聴よろしくお願いします。テントはキャンプをするのに欠かせないアイテムの一つです。キャンプ中唯一安心できるプライベート空間となります。プライバシーの確保や雨風をしのぐ役割があるだけではなく、子供と一緒にテントを立てる時間も成長を感じられるとても有意義なものとなります。最初は設営しやすくてお手頃なテントから始めたくなるところですが、私たちの経験上、デザインや機能性など最初から自分たちのお気に入りとなるようなテントを選ぶことをお勧めしたいです。設営はテントを何度か立てているうちに慣れてきます。もしやっぱりキャンプは続けられそうにないなとなった時は、レンタルしたという感覚で売却するという選択肢もあります。お気に入りのテントならきっと次もキャンプしたいと思えるはずです。実際テントを購入する際の注意点ですが、インナーテントやグランドシートなど付属品を必ずチェックするようにしましょう。インナーテントを使う場合やワンフロアのテントの場合は、地面とテントの間に敷くグランドシートや快適に過ごすためのインナーマットも必要となります。純正のものは少しお値段が高いので、リーズナブルに代用できるものを検討してみてもいいかもしれません。テントを立てるためにはペグやペグハンマー、ガイロープも必要となります。小川のテントはペグハンマーがついてきます。夜快適に眠れるかどうかによって、キャンプが楽しいものになるかどうかというのが決まるくらい、夜の睡眠はとても大切な時間となります。テントを立てたり、トイレや炊事場まで歩いたり、普段の生活よりも体を動かす機会がとても多くなります。体が疲れてしまうので、しっかり睡眠をとりたいものです。快適に眠るために必要なのが、地面の凹凸をフラットにしてくれるインナーマット、またインフレーターマットやエアーマットがあると腰への負担が軽減されたり、冬は地面からの冷気を伝わりにくくしてくれるので、より快適な寝室が作れます。シュラフは太陽温度をチェックして、季節によって使い分けるか、5度まで太陽クラスのシュラフを買って、寒い日には電気毛布や家にある毛布で寒さ対策をするという方法もあります。夜のキャンプ場は明かりが少なく、とても暗くなります。夕食やトイレへ行く時などランタンの明かりが必要になります。サイト全体を明るく照らしてくれるメインランタン、テント内を上から明るく照らしてくれる吊るすタイプのランタン、手元を明るく照らしたり枕元に置いたりする持ち運びができるランタンがあれば快適に過ごせます。ランタンは燃料によってガス、ガソリン、LED などいくつか種類があります。小さなお子様がいるファミリーや初心者向けなのは LED ランタンです。テント内でも安全に使用することができ、持ち運ぶのにも便利です。電池も長持ちします。ガソリンやガスに比べると光量は落ちるのですが、それでも夜を過ごすのに十分な明るさはあります。我が家も子供がもう少し大きくなったら、雰囲気のある
ガスランタンが欲しいなと思っています。焚き火もキャンプの醍醐味の一つです。焚き火があると夜の時間がより楽しく過ごせます。寒い日には暖を取ることができ、焚き火台の種類によっては調理器具にもなります。我が家の娘は焼きマシュマロが大好きで、毎回楽しみの一つとなっています。焚き火の火を囲みながら家族で語り合う時間もいつもより深い話ができるような気がして、私の好きな時間の一つとなっています。のんびりくつろいだりするために必要なテーブルとチェアも欠かせないアイテムの一つです。テーブルはハイスタイルかロースタイルか、また使用人数など用途に合わせて選ぶといいかと思います。天板は広い方が使いやすいとは思うのですが、積材やデザインなどの問題で大きめはちょっとと思われる方もいるかと思います。天板に乗り切らない場合はフィードラックやコンテナボックスなどをサイドテーブルとして使う方法もあります。参考までに我が家は 94.5cm×60cm のテーブルを使っています。3人で使うとサブテーブルを使わずにちょうどいいサイズ感で使用できます。屋外でキャンプならではの食事を作るのもキャンプの醍醐味の一つです。基本的にはコンロや焚き火台があれば調理はできます。お家の方にカセットコンロやバーベキューコンロがある場合は、それらを使ってまずは簡単な料理から始めてみるのもいいかもしれません。食材やドリンクを冷たいまま持っていくのにクーラーボックスも必ず必要なアイテムとなります。使用する季節、人数、日数に合わせて適切な容量や保冷性能のものを選ぶと良いと思います。お箸やお皿、コップなどの食器、またトングも準備しましょう。こちらも家にあるものや紙皿、紙コップから始めてみるのもいいかと思います。これさえあれば快適にキャンプができるというキャンプギアを紹介させていただきました。キャンプに必要なギアを一度に揃えるとなるとかなり出費がかさみます。何度かキャンプをしていると自分たちのキャンプスタイルが見えてきます。まずはじめは最低限必要なもの以外はお家にあるものや100円ショップなどで揃えて、キャンプをしていく中で自分たちのスタイルに合ったお気に入りのギアを見つけたら少しずつ買い足していくというのも楽しい過程になるかもしれません。